それではこちらの文献を紹介したいと思います。最初イントロダクションです。文法 MIT 生の研究は、多くが英語を対象にしていますが、英語以外の言語での、研究は少ないです。で、英語の MIT 生では、大規模な学習者のアノテーションコーパスが、整備されているおかげで、機械翻訳手法を用いて、高い訂正性能を示しています。しかし、他の言語になると、そういうアノテーションコーパスっていうのは乏しくて、機械翻訳手法を用いると、困難であります。でそこでこの論文では、資源の乏しいロシア語を対象にした MIT 訂正を行います。まずはロシア語での、学習者のアノテーションコーパスを作成して、それを分析しました。ミニマルスーパービジョンクラシフィケーションという手法を用いて、小規模データからを用いた訂正性能を示しました。まず、ロシア語について軽く説明すると、まずロシア語の特徴として、語順が自由であること、それから活用が多いということ、それから単語の形によって構文情報を表現するというふうな特徴があります。で、英語と比べると、割とその日本語に近い言語かなと感じました。で使用人口は2億6000万人以上で、うち 47% が非母語話者であると述べられていました。ロシア語の学習者アノテーションコーパスを作成します。ルーレック GEC っていう、コーパスを作成しました。これはロシア語の学習者コーパス、ルーレックっていうコーパスがあって、それを人手で、アノテーションしたコーパスになります。で全部で12,480文あります。で、その誤り箇所とそれに対応するエラータイプを付与していって、全部で23種類のエラータイプに分類されました。で右のテーブルはエラータイプのトップ13で、トップ10までで全体の 80% をカバーしています。特にロシア語で特徴的なのが、上から2番目の、ノウンケース、名詞の書くのに関するエラーで、これはその英語には出てこないようなロシア語として特徴的なエラータイプで、しかも学習者にとって間違いやすいという特徴があります。で、ロシア語と英語とそれからアラビア語の学習者コーパスのそれぞれのエラー率っていうのを出した表がこちらです。ロシア語のルーレック GEC は、他のコーパスと比べてエラーレートがすごい低い値になっています。これは、そのコーパスの書いた学習者の、熟練度が割と高めで、誤りのレートは低いですけど多様な誤りが含まれると述べられていました。で、訂正手法の説明をしていきます。でミニマルスーパービジョンクラシファーズっていうのが、先行研究で提案されています。でその中身は、内部ベイズ分類器を用いていて、この5つのエラータイプそれぞれでそのエラータイプに特化した分類器を構築します。で使う組成は、こちらに書いてある通りです。コンフュージョンセットっていうその訂正候補となる、各エラータイプに対応する、訂正候補は、こちらの表みたいなようにして、作成しました。で、こちらの訂正手法では、ネイティブデータ、大量のその普通の文っていうものから疑似誤り文を生成するっていうことをします。でこれは、アノテーションコーパスから、その誤りの単語とそれに対応する正解の単語のペアの、コンフュージョンマトリックスっていうのを作ってあげます。それが下の表になってて、どの誤りがどの誤りに、訂正されたかみたいなものを、確率として表しています。
でこの誤り発生確率を、逆に利用して、ネイティブデータ普通のデータから、疑似誤りっていうのを、生成してあげて、これを訓練データに加えて、訂正を行うっていうのがこの手法です。で実験です。学習者データは、作成したルーレック GC をトレインデベロップメントテストに分割して使います。でネイティブデータはヤンデックコーパスっていう、大規模なロシア語のコーパスを使います。で機械翻訳手法と比較を行うので、フレーズベース SMT を、使った結果も後で示します。で結果です。こちらは、5つのエラータイプ別の、トレーニングデータを、学習者データのみ使った場合と、学習者データに加えて、疑似誤り分を追加したデータでの、訂正性能の違いを示しています。でどのエラータイプに対しても、疑似誤り分というのを追加してあげることで、スコアが大きく向上していることが分かります。それから提案手法と機械翻訳手法の比較を表したのがこちらの表です。で、MT は SMT なんですけど、トレーニングデータがラーナープラスネイティブってなってるんですけど、訓練の時は、ラーナーデータを使って、言語モデルを作る時に、ネイティブデータを使っているっていう感じです。で機械翻訳手法だと、訓練データが非常に少ないんで、スコアがその本来のスコア、本来の能力を十分に引き出せていなくて、スコアが低い結果になっています。こちらの表は、ビフォーアフターとあるんですが、ビフォーっていうのは、2つ前に示した結果で、この、評価方法だと1つのエラー分に対して1つの正解分しか、なかったんですが、実際には1つの誤りに対して正解は1つだけとは限らない場合があります。なので、システムの出力の、フォルスポジティブなエラー、訂正したけど間違えたみたいなエラーを、人手で確認して、それが本当に間違えなのかどうか、許容可能なのかどうかを、人手で再評価してみた結果がアフターです。で4つのエラータイプで、スコアが上がっています。で、フォルスポジティブの、15% が実際はトゥルーポジティブだったようです。はい、まとめです。言語試験に乏しいロシア語を対象にした文法曖昧訂正を行いました。でマルチスーパービジョンクラシフィケーションという手法を用いて、小規模アノテーションデータから、分類域を構築して訂正を行いました。でアノテーションデータからエラーパターンを抽出して、疑似誤り分を生成したら、スコアが向上して、小規模データでは機械翻訳の手法はスコアが低く、提案手法の有効性を示しました。以上で終わります。